こんにちは、浜田剛史です。浜田さん、伊岡対フランコ戦について感想を聞かせてください。まず、フランコ選手はどういう選手ですか、えー、攻撃を好む選手で、手数が多い、えー。一発はある方ではないですけど、連打する時に、えー、右打った後の左の返しがいい選手ですね。この左に関しては、下から横からそしてまっすぐと、 いろんな角度から打てる選手なんで、えー、この左は要注意かというふうに、試合前から思ってはいました濱田さんの試合前の予想通り、難しい採点になりましたねまあそうですね、あのー、地元だからあー引き分けたんだという意見もあると思います。まあ、結論から言うと相手のの体力の方が 上だったということは言えると思います。まあそのポイントに関して、えー、そうですね。あのー、同じパンチを両者とも三発打ったということの場合、えー、まあ、これがクリントだったとしてで,、えー、ですね、最後に打った選手の方があジャッジにはイメージがいいということがあります。えー、ラウンド3分間に関すると。 最後の30秒を攻撃した、打ったと、クリントがあったという選手の方が、あ印象はあいい傾向があよくあります、えー、そういうことからして、瑤花君もポイント計算する選手なんで、えーまあ、あくまでも瑤花君がポイント計算、そして判断するのは3人のジャッジですから、そういう。 自分の計算と3人のジャッジがどう思ったかというところはよく違うところはあります。そういうところで試合前の展望というかですねよく君の攻め方というところでは左ジャブをカウンター狙うにしても左ジャブを出しながらということを新聞に書いたところはあるわけですけどスタート左は出始めたかなと思ったら。 後半出なくなくったと中盤以降あの出なくなったというところはまあ,あ確かに左出すと相手がそのまま右を上からかぶせてくるという得意なところがあるんでそれを警戒したかもしくはですねあれだけ相手が強め強めに落ちてくるんで左打っても止まらないというその判断があって左が出なくなったのかというふうふに思いました。 えー、確かにポイント、ポイント,イントで、えー、いいカウンターは売ってはいるんですね、ただ、その後に返されているというところが気になったところでした、そして、えー、終始というか、ですね、えー、ロープを背負う場面が多かったと、それがジャッジにどういうふうに映るか、常にマイラウンド、気になるところだったですね、まああ、決して下がることは悪いことではないですね。 えー、特に相手を誘い出して、えー、カウンターを打ってやろうとかいうことであればあ下がりながらいい、e、パンチを狙うというところは優花、まあ、君のスタイルではあるでしょうけどロープに詰まるそして、この状況で、えー、カウンターを狙っているというよりも攻め込まれているというふうに映る場面がよく、うん、あったので。 ジャッジがどういうふうに判断しているか常に気になるところではありました。今後の井岡選手に期待することは何ですか？まあ,あよくのボクシングは全体的なブロックの上を打たしといてカウンターを打つとそういう,うまあ安定した自分のボクシングっていうのはもう出来上がってるんですね。ただ今後お試合することに関するとお。 今までと同じレベル以上の選手とやらなければいけないということになると思いますその場合に、えー、今までと同じボクシングするとまた同じ結果になってしまうといやどっちが勝ってたいや向こう勝ってたというふうなことになりかねないんでそこを一本抜け出すためには今のボクシングをやるなということじゃないですね攻めながらポイントポイントで今のカウンターのいいタイミングを打つと。 いうことが必要になると思います。ありがとうございました。ありがとうございました。